木村英子君。はい、令和新選組の木村英子です。本日は参考人の先生方のお話をお聞きする機会をいただきましてありがとうございます。それでは質問させていただきます。今回の法改正では、今までハザードマップの対象となっていなかった中小河川においても対象となり、ハザードマップの作成が義務付けられることとなっておりますが、昨今の温暖化による豪雨などの水害が頻発している中で、ハザードマップの作成は災害に備えるための最も重要なツールだと考えています。しかし、障害者や高齢者などの要支援者にとっては、さまざまな障害によって防災情報の取得が難しく、そのためハザードマップに対する認知や理解が進んでいない状況です。例えばハザードマップの周知については、NPO 法人兵庫障害者センターが2017年に県内の障害者に向けて行ったアンケート調査で、知的障害者と精神障害者の7割弱、視覚障害者の5割弱が、そもそも災害ハザードマップを知らないと回答しています。実際に災害が起こったときには、障害者や高齢者などの災害弱者が犠牲になる可能性が高いのが現状です。そのような状況に備えるためにも、ハザードマップの周知が必要だと思いますが、そのためにはどのような取り組みが必要なのか、先生方のご意見をお聞きしたいと思います。また、災害においては、誰もが命を守るための備えが必要ですが、ハザードマップが障害を持っている人たちにも分かりやすいものになっていません。特に誰かの支援が必要なければ、避難できない障害者や高齢者にとって、一人一人の障害の特性を考慮した点字や音声、手話、漢字のルビなどの合理的な配慮を尽くした分かりやすいハザードマップの作成が必要だと思います。障害者が分かりやすいハザードマップの作成の方法や取り組みなどについて、先生方のお考えをお聞きしたいと思います。以上の2点について、小池参考人の方から順番にお願いしたいと思います。はい、小池参考人。ありがとうございます。今回の法案の対象にはなっておりませんけれども、先ほど議論のあった個別計画、これは内閣の防災の方で考えていただいていると思いますが、これがまずは枠組みとしてはあるのではないかと思います。合わせて今、議員からご指摘になりました、この障害者、視覚障害であるとか、特にマップでありますので、見るということを通して情報が伝わりますので、それを補う手立てというものは、今、議員からご指摘をいただきまして、私自身、ハッとするところがございます。大変恐縮ですが、今、答えを私は持ち合わせておりませんので、今日の議員のご指摘を踏まえてですね、ぜひ考えていきたいと思います。ありがとうございました。それでは、首藤参考人。はい、ご質問ありがとうございます。私も小池参考人と同様にですね、今すぐにお答えできる力は持ち合わせておりません。ご指摘のとおり、障害をお持ちの方ですとか、そういった方々にハザードマッチアップを周知する方法というのは、実際には、なかなか研究例も拝見したことは私自身はございませんし、ましてや実践例を具体的に存じ上げているということもございません。ただ一言言えるとすれば、やはり個別に丁寧にお伝えするということが、手段、唯一の手段ではないかというふうに考えております。その意味で、先ほどもありました個別支援、個別避難計画ですね、そちらも作る中でですね、
ハザード全体をお知らせする必要はなくて、その方固有のハザードリスクをお伝えすればいいと思いますので、その方がお住まいの、にはどんなリスクがあるのか、いざというときにどこに避難したらいいのか、避難の手段や、支援を受ける方はどのように体制を作るのか、そういったことを個別避難計画の中で、細かく検討していく必要があるのかなというふうに考えております。以上でございます。島津参考人。ご質問ありがとうございます。私も今のご質問に答える知識がなくて申し訳ないんですけれども、確かにおっしゃる通り、この災害弱者に対してですね、このハザードマップの周知をどうすればいいかということ、それからもう一つご指摘のあったその災害弱者に分かりやすいハザードマップをどう作っていくかと、これ重要な課題だと思いますね。抜けてる点、今までのこの災害対策抜けているものだと思う、かなり重要な部分がそれ落ちていると思いますので、ぜひそれをですね、今後この国交省はじめ各事業自体も含めてですね、その辺の内容をですね、具体化するようですね、お願いしたいと思います。以上でございます。木村君、ありがとうございました。次に、国交省が推奨しているマイタイムラインや要支援者のための個別避難計画について各先生にお尋ねしたいと思います。首藤先生が委員として参加されている令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループにおいて、住民一人一人が自らを守るために防災行動を時系列に整理して災害に備えるためのマイタイムラインの作成を推奨されていますが、マイタイムラインの存在は、世間にはあまりまだ知られていないというところです。災害が頻発している中で、このマイタイムラインはとても重要なツールだと考えています。で、どうすればその周知が進められていくのかをお聞かせ願いたいことと、また支援が必要な障害者にとっては、一人一人の実情に合わせた個別避難計画が立てられることになっています。しかし実際には、障害者に対しての個別避難計画が作成されているのは、全自治体のわずか 12% 程度にすぎません。差別解消法が施行され、合理的配慮が進められている 今日においても、まだまだ障害者に対する理解は少なく、個別避難計画に携わってくれる支援者がとても不足している状況です。このような中で、災害時において障害者が支援者とともに安全に避難していくためには、この個別計画はとても重要だと思いますが、この計画をもっと広めていくためには、どのような取り組みが必要なのかをお聞かせ願いたいです。また個別避難計画を作るにあたって、不足している支援者を増やしていくためには、どのような対策が必要かもお答えをお願いしたいです。以上の3点について小池先生から順番にお答えをお願いしたいと思います。小池参考人。まずマイタイムラインの作り方につきましては、最近いろいろなツールができてきております。地域の情報、先ほど私の方から、7ページの資料、一番上の資料で、日本全国1742の市町村にいろいろな情報がこう伝わるように、リアルタイムで伝わるようになっておりまして、そういう情報とリンクさせる形でマイタイムラインを作るツールというものが、私の知っている限りも 2,3 箇所で始まっておりますので、そういうものがこれを広げるための一つのステップかとも思います。十分な
今知見を議員にお答えできるだけの十分な知見を持ち合わせておりませんが、今私が理解しているところはそういうところです。それから個別避難計画に対して不足する支援者のを増やす方法、それからその計画の作り方の支援につきましては、これも私自身が十分把握できているところではございませんので、勉強を深めたいと思います。ご答えできなくても大変申し訳ございません。首藤参考人。はい、いずれも大変難しいご質問をいただいたというふうに認識しております。マイタイムラインについてはご指摘のとおり非常に有効な手段ですけれども、まだまだ多くの国民の方がご存知になるという状況にはなっていないというのはご指摘のとおりです。今ご紹介あったようにツールもできているようですけれども、加えまして私が存じ上げている範囲では学校現場でですね、子どもさんたちと一緒にマイタイムラインを作る、でご家庭に帰って保護者の方と一緒に考えてみるという取り組みも徐々に進んでいるというふうに伺っております。そういった形で草の根的といいますか、いろいろな場面でマイタイムライン作りが地道に進めていくという以外になかなか方策はないのではというふうに思っておりますし、そういった面で私もお力添えをできることがあればやってみたいというふうに考えております。それから個別避難計画についてもですね、ご指摘のとおりまだまだ作れているところが非常に少ないということが現状であることは私もよく認識しておりまして、それには市町村の方々も非常にお忙しい中でなかなか手が回らないですとか、ご指摘のように支援者がなかなか見つからないということが一つの大きな課題となってなかなか進まないということはおっしゃるとおりでございます。どうしたらいいかについてもこうすればいいですというお答えを申し訳ないんですけども私持ち合わせておりませんが、一つ思いますことは、支援者の方というのはやはり個別避難計画のためにその支援を要する方とつながるのではなくて、普段の生活の中でそういった方々と近づきになって交流のある方がやはり支援者になってくださるというふうに考えております。その意味で障害をお持ちの方ですとかご高齢の方がいかに地域コミュニティの中にしっかりと溶け込んでいくかということがすごく大切だと思っておりますので、そういった福祉の面の活動と合わせてですね、防災対策としての個別避難計画づくり、支援者の確保もやっていただければいいのではないかというふうに考えております。以上でございます。島津参考人。ご質問ありがとうございます。重要なご指摘をされておられると思うんですよね。ですからそういう災害弱者に対する支援者をどうやって増やしていくかという本当に重要な問題ですよね。どうやったらそういうことができるかというシステム作りそのものから始めていかなきゃいけないと思うんで、ちょっとその辺の知識私本当に持っておりませんので申し訳お答えすることができないんですけども、重要なご指摘をされていると思いますので、ぜひこの委員会でもそのことを取り上げてですね、実際のこの行政に生かせるようですね、その制度を考えていただきたいと思います。木村君。先生方ありがとうございました。質問は以上です。以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆様に一言お礼を申し上げます。参考人の皆様には長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただき誠にありがとうございます。私ども大変参考になりました。委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様です。